ゲームブレイブス。マレーシアでよく言われるのは仮面ライダーディケイドっていうのをそれやって角谷司っていうキャラクターをやってたんですけど、それはよくこう言っていただけて、仮面ライダーっていうのをマレーシアの皆さん結構知っている感じなんですかね。なんか放送してるらしいというのを聞いたんで、はい、仮面ライダーっていうのはやってました。あと、まあ、それと似た作品ではあるんですけど、ガローっていう金色のなんか戦士みたいなやつがあるんですけど、それの僕は敵でジンガという役をやってました。はい。で、今はそういうジャンルを日本では特撮ヒーローって言うんですけど、その特撮ヒーローでいろいろ出させていただいた経験があるので、僕も作りたいなと思って、今回センティカ F8ABA6 ジサリスっていう作品を作って、世界に配信する、まあ、マレーシアのみんなに見てほしいなと思って作らせていただきました。今5月7日を予定してて、これも言うのはこのマレーシアで初めてなんですけど、5月7日からこのジサリスのオンエアがスタートします。で、このマレーシアで、まあ、SNS とかまだ禁止なんで見に来た人だけなんですけど、出来たてのオープニングをこのイベント、スターライトファンタジーというイベントで流させていただきたいなと思います。もちろんいろんな作品から刺激を受けるので、こう勝手にモチーフにしてることはもちろんあるんじゃないかなとは思うんですけれども、でもそういう作品ってそういうものだなっていうふうには思うんで、きっと僕が仮面ライダー出てなかったら、ガロ出てなかったら、いろんな出演作あるんですけど、それを出てなかったらきっとこのジサリスは生まれてないと思うんで、まあいろいろと刺激は受けて作らさせていただいてはおりますが、まあ、内容に関しては、まあその脚本家監督と相談して完全オリジナルのものを作ってるっていう感じですね。めちゃくちゃトラブルありますよ。まず作るのに時間がかかる。これすごくかかるんですよ。普通のドラマとかなら、例えば家族もののドラマ、ファミリードラマとかだったら、まあ家があって、その家でなんか家族で生活してればいいんで、まあ誰かの家借りればいいかなぐらいな感じですけど、もう特撮って、ね、いろんなところ行って、いろんなバトルをして、いろんな敵がいてっていうことなんで、もう場所も移動すごいするし、アクションももちろんある。CG もある。特撮ヒーローなんで、ヒーロー、スーツが出てくる。ヒーローだけいても仕方ないんで、敵もいるじゃないですか。敵もただの人間っていうわけにはいかないから、敵もスーツが必要になる。これね、ものすごい時間とお金と労力がかかるんですよね。だからその上でトラブルっていうのはもう尽きなくて、例えば1日で撮影が終わる予定だったのが残ってしまったりとかすると、どんどん撮影期間が伸びていってしまうし、 CG が3ヶ月で終わるっていう当初の予定が、これが15ヶ月かかる。5倍。5倍かかる。あとはスタッフもめっちゃ多いんで、もう50人ぐらいやっぱりこのプロジェクトに少なくともいるんですよね。で、中にはすごい働きをしてくれるスタッフさんもいますし、もう嫌だって言って逃げる人もいます。
そしたら逃げる人がいたらね、誰かが大変な思いしなきゃいけなくなったりとか、新しい人を入れなきゃいけなくなったりとか、まあ、するので、そういったトラブルもありましたし、まああとはこうスケジュールがなかなか合わなかったりとかっていうトラブルもあるし、いろんなことが起きましたね。いろんなことが。だから本当に改めてなんですけど、特撮作ってて、この特撮っていう文化、いやすごいなと思いましたね。はい。これよく聞かれるんですよね。どうやったら仮面ライダーになれますか。難しいですね。明確ななり方がないんで、時代によっても違うし、今のなり方と昔のなり方も間違いなく一緒じゃないんで、非常に難しい。僕の場合は仮面ライダーディケイド10周年作品お祭り企画っていう感じだったんで、そのお祭り企画に見合ったこう普通じゃない人を探してる中で、僕みたいなこう変な人をプロデューサーが見つけてくれて、で採用してくれた。でもそれはすごい特殊なケースで、こう正当にお芝居の勉強してますね、実績を積んでますっていう人が選ばれるケースもあるし、いろんなケースがある。もしかしたら10年後はもう役者という職業がなくなってて、いろんな人がなれる時代が来るかもしれない。徐々にそうなりつつあるなって思ってます。昔は役者しかなれなかったけど、今はいろんなインフルエンサーだったり、いろんな人が役者という職業をやり始めてるんで、どんどんなれる可能性は広がってるんじゃないかなとは思いますね。僕は仮面ライダーはそのままこう古き良きのものを継承していってほしいなって思うんですよね。こう昭和から続いている仮面ライダー1号から続いている文化っていうのを、平成からまた通り越して令和に、令和仮面ライダーになりましたけど、その仮面ライダーの文化をずっと残してやってほしいなって思います。なんで仮面ライダーがきっと例えば CG が進化して仮面ライダーがスーツを作らなくなったとするじゃないですか。そしたらちょっと違うんじゃないかなと思うんですよね。僕はずっと仮面ライダーは仮面ライダーであり続けてほしいなと思うんですよね。だからなんかこう、例えば日本の建築物とかで神社とかあるじゃないですかね。でも神社の形ってなんか作るの大変だし、もうビルで良くないみたいな感じに なってきて、もうビルになってビルでこう、そしたらそれって日本の文化じゃなくなっちゃうじゃないですか。である意味ちょっとそういう無駄みたいなところがなんかこう残し続けてほしいなって思うのが仮面ライダーなんで、仮面ライダーじゃないこう新たな作品が出てってほしいですけど、古き良き仮面ライダーでずっとあり続けてほしいなとは思いますね。やっぱりこう、まあもちろんマレーシアも来てすごく思うんですけど、実際にこう今インターネットを通じて見れるようになって、前まではそんなことがなかったからあまり見られてなかったと思うんですけど、最近それをすごく感じてて、もう遠く海を離れてここまで5000キロ離れて8時間経ちましたけど、そんなの関係なくみんな作品を見てくれてるんで、それがすごい嬉しいですね。なので僕らはある意味こう日本の人だけに見てほしいっていうもう気持ちはなくて、もう皆さんに
見てほしいという気持ちで作品作りを作っていきたいなというふうに思ってますので、こう、まあ、今たくさんいろんなね見るものあると思うんですけど、僕も新しい作品作るんで注目してもらえたらなと思ってます。まあ、このジサーリスのプロジェクトで今僕は今年たくさん動いていて、でこれも初めて言うことなんですけど、まあ、ジサーリスはまあ無料で、もちろんシーズン1無料で放送されるし、いろんなそこにプロジェクトを今たくさん加えていってます。例えばグッズ、そのみんなが楽しめるようなグッズを作ったり、あとは NFT ってマレーシアの人分かるかな、なんか NFT、 この NFT とそのジサリスという作品をつなげてる今回プロジェクトなんです。なんでこの、まあ、NFT も盛り上げてくるんで、こうしっかり見ていてほしいなというふうに思いますし、まあ、ここマレーシアでオープニングを初めて、まあ、来ていた人だけに発表したんですけれど、するんですけど、これも何かの縁だなというふうに思うので、何かジサリスの新しいイベントをやるときは真っ先にこのマレーシアで発表したいし、やりたいなと考えているので、皆さんぜひとも応援していただけたら嬉しいなと思います。 Hey there! Thank you so much for watching our videos. Don't forget to give us a subscribe if you'd like to see more and like so we know what kind of content you want to see. Got suggestions for new content? Let us know in the comments below too. Thank you so much again for watching. Take care, dudes!